こんにちは、はるにゃんです。今回は今流行りの赤のクリームチークやリップを使って湯上がり美人のような血色メイクをやってみました。それではいつものようにレッツスタートン。まずはベースメイクからやっていきます。しっとりとした質感とツヤ感を出すために保湿力の高い化粧下地を顔全体に塗っていきます。次にパウダーファンデーションは避けて、リキッドファンデーションや保湿力の高い BB クリームでさらに肌にしっとり感を与えます。ナチュラルに仕上げたいので、気になる部分はコンシーラーではなく、再度リキッドファンデーションや BB クリームを重ね付けて、指で叩きながらカバーしていきます。そして最後の仕上げにパウダーを顔全体に軽めにつけてベースメイクは完成です。お次はアイメイクに移ります。まずはベージュカラーのクリームシャドウをアイホール全体に塗り、濡れたようなツヤを与え、まぶた全体のトーンアップを図ります。そして次にブラウンのペンシルで上粘膜のみ埋めて目をくっきりさせていきましょう。続いて同じペンシルでアイラインを引いていきます。目の形に沿って描いていき、細く引いていきます。ブラウンを使うことでブラックを使うよりもナチュラルで自然な印象に仕上げることができるんです。そしてその後に綿棒やブラシなどでラインの境目を整えていきます。ビューラーでまつげを上げたら、上まつげのみまつげをきれいに溶かすように塗っていき、ロングでセパレートのまつげに仕上げ、目力を出していきましょう。そして次に私も大のお気に入りなこの100円のレッドシャドウの薄いレッドカラーを下まぶた全体にのせていき、ちょっとほてったような印象にしていきます。続いて赤いクリームチークで頬の中心よりも少し高めの位置に指でポンポンとなじませていきます。その後にチークの境目をスポンジでぼかしていき、自然に仕上げていきましょう。濃くつけすぎてしまった時もスポンジで色味の調整をするといいと思いますよ。
リップを塗る前にリップクリームで唇をよく保湿していきます。そして頬に使ったクリームチークをまずは唇全体に指でポンポンとなじませていきます。そしてさらにその上から色付きの赤いクロスを唇の中心に塗りなじませたらメイクは完成です。イエーイ、やったねよかったら、ハルニャン TV チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。